はスポーツやゲームなどで規定の時間や攻撃回数を終えるまで競技を行っても決着がつかない場合に勝負の決着をつけるために競技を継続すること。サッカーの場合通常前後半15分ずつの計30分で行われる。1995年までは前後半を必ず最後までを行う方式が主流だった。1993年に J リーグに ゴールデンゴール方式が導入され、その後国際大会でもこちらが主流になっていくが、1点入っただけで反撃の機会なく勝敗が決まることなどが問題になり、2002年の FIFA フフワールドカップ終了後はゴールデンゴールに代わり、シルバーゴール方式をいくつかの国際大会で導入した。しかし、延長戦を前半だけで終了するのも不公平とのことで、 2004年にフルタイム方式に戻った。延長戦を行わない場合や延長戦でも決着がつかなかった場合は PK 戦を行う場合がある。ホームアウェイのトーナメント方式によるカップ戦などでは第2戦の勝敗が通常の前後半で決まった時でも第1戦との合計スコアがアウェイゴール数も含めて互角の場合は延長戦によりトーナメントの勝者を 決定することがある。延長戦に入った場合は、大会によって延長戦での得点にアウェーゴールを適用する場合としない場合が存在する。1950年のスペイン杯準決勝のアスレティックビルバオブイエ s バレンシア CF では、30分間の延長戦後、時間無制限、サドンデス方式の再延長を行った。再延長に入って3分。 ビルバオのアグスティン・ガインサがゴールを決め決着となった。ラグビーでは80分を終えて同点の場合20分の延長戦を行う。これで決着がつかない場合以下のような方法が採用される。バスケットボールの延長記録野球の場合1イニング単位で延長しイニング終了時に点差がついていれば決着となる。何回まで延長を行うかや 延長に入った場合の特別ルールの採用などは、リーグや大会によって規定が異なる。オジや2020などでは、規定投球数終了時点で同点の場合、1オーバー勝負のスーパーオーバーで決着をつける。バレーボールでは、ヨーロッパのカップ戦などで採用されている。ホームアウェートーナメントであるとき、第2レグ終了時に1勝1敗で終わったとき、 第2レグ終了後に15点選手制による延長戦、ゴールデンセットを行う。日本では V プレミアリーグ2016から17年度のファイナル3、ファイナルが全試合に試合制になるにあたり、両者一勝一敗で終わったとき、終了後に25点選手の特別ルールで延長戦を行う相撲には他の競技と違って延長戦という制度はないが、 力士の疲労を軽減する策として、水入りの精度がある。かつては、立ち合いから4分半を経過したあたりから、勝負審判の判断で水入りを挟んでいたが、近年は2分半あたりから水入りを挟むことも多い。水入り後に組んだ状態から再開し、再度動きが止まると2番ご取り直しとなり、両力士に、しばしの休憩を与える形となる。このことから、 水入り後の取り組み再開や2番ごとり直し型、競技での延長戦に当たると考えられる。ありがとうございます。